導入が予定されて、フィーラは現在運行が行われている高速列車タリスと共に運行される計画だった。大部分のオランダ高速鉄道運行の列車の拠点駅はアムステルダム中央駅でロッテルダムへは毎時2本、ブレダへも毎時2本、ベルギー側のアントウェルペンやブリュッセルへは毎時1本となる。加えて木に8本はハークからブレダを経由し、 ブルッセルへ運行され、ベルギー側での運行は、ベルギー国鉄が担当する。2012年12月9日より高速電車、V250 を使用して、両国をまたぐ系統の運行が開始された。しかし、開業直後から寒波の影響などで、2月18日よりフィーラ運行前に、両国間を結んでいたインターシティに往復をデンハーグ発着で復活させ、 さらに3月11日より1日発本に増発しその穴埋めをすることとなった。オランダでは品質を買いめず安易に価格の安い車両を導入したのが原因として、アルディの高速鉄道と皮肉を込め批判され、アルディ社がこれに抗議する騒ぎにまで発展した。ついに、ベルギー国鉄は2013年5月末に列車の購入中止を決定。 オランダ高速鉄道も2013年6月3日に撤退を表明、オランダ政府が了承したため完全廃止となった。アンサルド・ブレーダとオランダ高速鉄道との訴訟合戦の後、オランダ高速鉄道は2014年3月、車両を返却する代わりに1億2500万ユーロを受け取ることに合意。合意額はそれまでに支払った額である2億1300万ユーロを大きく下回った。 同年9月、アムステルダム東地区で野ざらしになっていた車両の返却が始まった。オランダ高速鉄道は16編成の高速電車 V250 をアンサルドブレーダに発注し、ベルギー国鉄も3編成発注した。1編成8両で構成し、最高速度時速 250km での運行が予定されていた。AB、フィーラブランド4アムステルダム。 ブルッセルハイスピード。レイルウェイが Z インターナショナル。2009年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月7日閲覧。オランダとベルギーを結ぶ高速鉄道フィーラ。12月9日から運行高速列車フィーラ。遅延は55%以上高速列車フィーラ。ベルギーで運行禁止。フィーラップロブレムズクッドビームはポリティカルザンテクニカル。 フィーライズ・ホーガス・ネリド・ストリン、バンデ・アルディ・ウォックス・クラント、アルディ・ブス・オム・バージ・ロー・キング・メット・フィーラ・トリン、ボックス・クラント高速列車、半年で廃止イコール・トラブル・アイツグ・オランダ・ベルギー、アフガ・ダンクト・フィーラ・エス・ガーン・テーラ・グノル・ファブリック・イタリー2014年9月8日、閲覧。ありがとうございます。